リピンの地下鉄計画がどうなったって結構聞かれるんですよね。メルマガの読者さんからもうこの間聞かれました。あと LINE でもいただきました。あのマニラに地下鉄できるんですかと。まあ今のところ進んでるみたいですけども、まあフィリピンのことなんでなかなかあの日本のようなペースではいかないってことですね。あと LRT、MRT どうやって乗るのっていうのはあるんですけども、まあ日本人も乗れるんですかと。まあ一つ注意してほしいのはあの3ですね。あの気をつけてほしいなと思います。やっぱり日本と比にならないぐらいいるので、でぎゅうぎゅうのやっぱり満員電車っていうシチュエーションもあるんですよね。あのマカティの方に通勤する人って結構いるので、あのマニラの中でもですね。なので、必ず僕はあの男性なんでズボンの前ポケットに、財布を入れて手を入れて握っている感じします。まあ、乗り方はチップ買うだけです。あと、長期投資で増やし